こんにちは、ライムです。ということで今回は FFRK クリスタルダンジョン FF9 新ガチャ性能解説。はい。ということでね、明日、行きます。ハイスコアイベントの連動かなということなんですけど、まあ、ハイスコアやってない方はね、別に FF9 の永遠の闇なんか、多分、クリダンの中で一番弱いんじゃないかなっていうレベル。あ、ゼロムスもいいのか。ゼロムスと永遠の闇が多分、一番、弱めな難易度になっているんで、別にこのガチャ、引いてまで倒すキャラなのかっていうところはあります。なんで、まあ、シリーズガチャなので、実際、自分がクリダン挑んでみて、勝てるかどうか、負けてるかどうかみたいなところで決めるのも全然ありなんじゃないかなと思います。もちろんね、属性ダンジョンとか、まああるいは天命ダンジョン、そういったところでも、使える性能ではもちろんあるわけですが、一応まあ判断基準としてそういうのもありかなと思います。はい、ということで、僕の動画はいつも通り、実装前の解説ということになりますので、実装されてから、ちょっと違うなとか、内容が変わったよとか、あるいは僕自身が間違ってることみたいなことも全然あると思いますので、まあ、その辺をね、踏まえた上でご覧いただきたいなと思います。はい。ということで、早速上から行きましょう。まず、ジタン。シンプルだね。盗賊のナイフ。めちゃめちゃシンプルだね。今更出す武器かっていう。盗賊のナイフ。激シンプル。ナイフにしてはめちゃめちゃ豪華だけどね、でもね、見た目がね。はい。で、これが、驚きの本体効果で ATB ゲージ蓄積時間1回なしにする。驚き。まず初登場 ATB なしですよ。で、その上で、クリスタルホース2回使用時に追撃、攻撃時短。これまた、なんと、自身が時短風邪浴び使用時に、自身の ATB ゲージの蓄積時間1回なしにする。っていう効果内容になってます。恐ろしいね。なんで、このクリシネ2回 ATB なしにできるってことなんですね。強い。まあ、必ずね、クリスタルフォース2回使わなきゃいけないっていう縛りは当然あるんだけど、まあ、クリスタルフォースの内容も一番オーソドックスというか、僕はこの手のタイプのやつが一番好きなんだけど、まあ、かなりいいやつもらったかなっていうクリシン。全キャラのクリシンの中でも多分強い方だよね、これ。明らかに強い方です。しかもこれ ATB の蓄積時間1回なしってか2回なしって書いてはあるんだけど、まあこれだったらね、待機時間どうなのって、まあもちろんクリスタルホースについては2ターン短縮みたいなものもあるけど、もともと時短ってトランスするとシーフアビの待機時間なしになるっていうキャラなんだよね。なんで実質攻撃する分には ATB と待機時間なしっていう、完全にだから連続行動できるってことなんですよ。これが。本当に。だから他のキャラと比べても2回分多く動けるってことなの。そのまんま。ってことを考えたらめちゃくちゃ強いよね。頭おかしいでしょって。だって、例えば1ターンで 39,999×6×4。クリシンと例えば D 学併用した場合はそんな感じになるわけじゃないですか。で、24万なわけでしょ ?4×6 で。で、かける4になるわけでしょってなると、96万なわけだ。96万。それを他のキャラよりも2回分多く打てるっていうことだから、ね、96×2 ですよ。まあ、全部カンストすればの話ね。4万×6×4 がね、カンストすればだけど、まあ、それぐらいの強さってことなんです、結局。おかしいよね。おかしいと思う。おかしいと思う。192万ってこと?他のキャラと比べても。例えば全くね、同じ状況でクリスタル神器と D 角打って、ダメージがね、39,999×6×4 っていうね、状態だった場合、全く同じ状況、全く同じ火力だった場合には、時短の方が192万分多く出るよと。この15秒間中の総ダメージで言ったらね。ってことなんです。強えな。
これはもうだからぶっ壊れと言わざるを得ないよね。こんなのもうぶっ壊れでしょ。そんなダメージ計算しっかりするしたらぶっ壊れだよ。おかしいよね。おかしいと思います。はい。まあこれもう言う文句のつけどころがないというか、逆にちょっと他のキャラが不憫だよね。もっと強くするべきキャラいっぱいいるだろうがっていうところはある。あとそうだ、その使い方の話なんだけどね、このクリシンのね、今までの例えばそうだな、レッドサーティーンとかみたいなタイプ、シンクロアビーが地属性デバフできなくてシンクロアビーのダメージが弱い、だけどレッドサーティーンは専用アビリティで地属性耐性1段階ダウンがあるというキャラなんだよね。なんでシンクロは ATB 短縮で強いけど、シンクロ打っちゃうとちょっとデバフがおろそかになったりとか火力があんま出ないっていう問題があったんだけど、このクリスタル神器が出たことによってシンクロ打った後にクリスタル神器発動するとシンクロアビリティがこのクリスタルフォースに上書きされるっていう形になるんだよね。なんでシンクロの ATB 短縮っていう部分、本体効果の部分は残しつつも専用アビリティで攻撃を連打できるっていうことになるんだよね。なんだけど、でジタンもクリシンの場合だとそんなに、まあ、他のキャラと多分大差ないというか、いわゆるテンプレというかただのコピペ性能なのかなって思ってたから、ジタンも同じようにシンクロ打った後に即時でクリスタル神器、まあ打てば一緒みたいな感じで思ってたんですよ、ずっとね。このクリスタル神器自体が実装されたタイミングで、ジタンもそんな感じだろうなって思ってたら今回これなんですよね。本体効果で ATB なしになるから、シンクロもあの発動した時本体効果で ATB 蓄積時間3回なしになるから即時でクリスタル神器打っちゃうともったいないだよね。 ATB なしが被ってしまうので、だったら D 角打ってシンクロ打って3回 ATB なしになるから2回攻撃とりあえず打ちます。でその後3回目の ATB なしのタイミングでクリスタル神器打って、クリスタル神器本体効果の ATB1 回なしが発動してクリスタルフォース打って2回攻撃してクリスタルフォース ATB なしになって、もうあとはヒャッハー無双、多分こういう流れになるのかなって思った。パッとね今浮かんだのだと多分こんな感じになるのかな。でまあアクセル神器とか、まあ、究極神器とかもあるんだけど、まあそれはもう皆さんの立ち回り次第で決めていただければいいかなと。好きなタイミングで打っていただければね、お好きにどうぞって感じ。またゲージが溜まり次第好きなタイミングで別にね、その後究極神器打とうがアクセル神器打とうが構いませんし、あるいはもう事前に打っとくとかね、アクセル神器を先に打っておいてからのさっき言った流れで戦っていくとか、まあ、あるいは長期戦を想定しているのであれば究極神器は後の方まで取っておくとか、まあ、そういったことも考えられるし、まあ、その辺はもう皆さんの立ち回り次第ですよ。ただもう大抵の敵はさっき言ったような流れ、D 角シンクロクリシンだけでもういけちゃうと思うので、もう全然もう永遠の闇なんて余裕だよ余裕だよ。こんなだって今回のこの究極神器がなくてもシンクロと D 角だけでも永遠の闇余裕だよって言えるぐらいなんだからさ、まあこれもクリシンも悪神もねあったら余裕すぎて余裕すぎてって感じなんで、まあ、あとは皆さんの好きにしてください。もうジタン強えっす。究極神器復刻なんで特に語ることねっす。でアクセル神器がまあテンプレだね。敵単体に6回連続の風と無属性物理攻撃、短時間自身の風属性攻撃力1段階アップ。あそうだそう、テンプレではあるんだけど、このなんかのキャラでも言ったけど ATB がなくなるタイプとか短縮されるタイプって他のキャラよりもアクセル神器の価値が高いんですよ。なんでかっていうと、これ風属性アビリティを使用するたびに追撃だから。
つまり攻撃回数が多ければ多いほどこのアクセル心理の追撃が発動する回数ももちろん増えてくこと、増えてくってことなんだよね。これ必ず発動するから確定発動なので、例えば他のキャラよりもジターンの場合だと5回ぐらい多く動けるわけだよね。まあ1回さっきの流れで言うとクレシン1つ挟むから4回か、4回多く動けるってことは4回分他のキャラよりもこの攻撃ジターンが発動する回数も多いってことなんだよね。しかもなおかつジターンの場合だとこれ短時間の風属性攻撃力レベル1段階アップだから、やっぱりこちらも ATB 短縮とかなしと相性がいい。連続で行動できるってことはその属性攻撃力が高い状態、2段階とか3段階持った状態で殴る攻撃回数もね増えてくってことなんで、やっぱりいずれにしてもこれ非常に相性いいね。めちゃくちゃ強いやっぱ ATB なしって本当正義だな。 FFRK で一番強いバフだよね。一番強いバフ何かって聞かれたら ATB なしだよね。やっぱこのゲームちょっとイカれてるわイカれすぎ。風属性だけなんでこんな強くするのかマジでわかんない。ほんとねバランス悪いわ。なんでだろう、風属性好きがスタッフにいるとしか思えないんだけど。まさか今回ジタンのクリシンに ATB2 回なしつけてくるとは夢にも思わなかったね。普通に別に他のキャラと同じ全くテンプレ通りでも別に文句言われないぐらい強かったのに。もともとやばやばし。まあ本当に風属性弱点とか、あるいはなんか FF9 のシリーズダンジョンで苦戦してる人向けってことになるのかな。もう、もうなんか誰の時だっけ、誰の時の評価でも言ったような気がするの最近。なんか強すぎて、あまりに元から強すぎてわざわざもはや追加して取る必要ないよねっていう。あれか、フェスの時のセフィロスか、セフィロスのテクもそんなこと言ったわ。うん、なんかだからなんか評価が特別なんかもう基本もうマックスだからさ、ジタンの評価ってそこからさらに強くしてもうマックス以上なんねえよっていうイカれてるわマジですごいねすごいわ。だからまあ本当に苦戦してる人はジターン取ってみたらもう楽勝になります。はい、であとは A 子ですね。はい、こちら A 子さんに関しては回復しないんだよね。これ回復しない召喚クリシンだね。これ一応白魔法使用時にも発動するっていう条件にはなってるんだけど、これはほぼもうアタッカーとして使う場合のクリスタルフォースっていうことになってる。クリスタルフォースっていうかクリスタル心理になってるんで、あんまり出番ないと思う。アタッカーとして A 子使ってる人どんだけいるっていう話なんで、まあ本当におまけなんだよねアタッカー A 子って。それこそ本当シリーズダンジョンでしか使わないというか、属性ダンジョンでも結局バッファーとかね入れてしまうので、 A 子入れての利点ってそこまであんのかって言われるとちょっと厳しいところがある。はい、であとアクセル心理今回実装されて、これもね回復とかついてくっつくのかな、追撃で回復とかするのかなと思ったら、これまたね攻撃なんですよね。攻撃しつつ味方全体の待機時間を一旦短縮、これが3回までつく。まあ基本短縮って言っても自分だけとかっていう場面が多いのっていうか物が多いので、この味方全体だとさすがにね毎回毎回短縮してると壊れっていう判断なのか、3回までにとどまりましたね。まあこれでも十分強いけどさ。はい、まあそんな感じのアクセル審議いただきました。あと今回ちょっと意外だったのが A 子に第三覚醒実装されましたね。これロマンチックドリームで、これまた回復は一切ついてません。本体効果で待機時間なしで敵単体の15回連続の攻撃と、あと一定時間味方全体のクリティカル率をアップ、待機時間を2ターン短縮する、さらに9シリーズの生存人数のうちで追加効果、3人以下だった場合自身の必殺技ゲージ1貯める、4人以上だった場合一定時間味方全体のクリ率を 100% にするっていう効果だね。でこのアビリティの追撃は一応味方全体回復ついてます。これ自動回復じゃなくてただの
通常のね全体回復になってくるんで、時間の邪魔にはならないかなと。邪魔だからね、自動回復ってゴリゴリ時間持ってかれるからタイムアタックとかに不向きだなんですけど、で、ポイントとしてはシリーズダンジョンで使った場合は必ず味方全体クリア率 100% になるよっていうことで、あとそうじゃない場合、属性ダンジョンとかで使った場合はクリア率 50% アップなんですよね。アップがポイントね。何がっていうと、 FFRK の仕様の問題で皆さん覚えてるか分かんないんだけど、クリティカル率アップとクリティカル率を 50% にするっていうね、効果内容があるのを覚えてますか皆さん。これは最近だと誰の時言ったんだろうな、マッシュとかあとセシルとかが 50% にするっていう効果なんだけど、これってどういうことかっていうと、もともと FFRK に限らず、まあ、RPG って大体クリ率 5% に設定されてんだよね、元のクリ率が。その何もしてない時の自然に発生するクリ率が大体 5% くらいで、まあ、FFRK 検証してないか知らんけど、まあ、多分 5% だと思うんですけど、で、まあ、その 5% がクリティカル率 50% にするっていう場合だと、その元々の初期値 5% が 50% に一時的になるよっていうことなんですよね。じゃあ一方でクリ率 50% って何なのっていうと、これあくまでクリ率を 50% アップするよっていう効果内容なんで、厳密に言うと多分 5% に 50% 乗っかって、おそらく 55% になってる状態なんだと思うんだよね。で、まあ、さっき言った通り、その初期値 5% を 50% にした状態、その上にクリ率 50% アップが乗っかるから 100% になるっていう、そういう仕組みだと思うんだけど、多分僕の脳内ではそう思ってんだけど、結果アップと 50% にするは乗るので併用できて 100% になるので、 A 子の場合だとバーストとか超絶にクリ率 50% にするっていうものがありますので、そのバーストと超絶とこの覚醒を組み合わせてあげると 100% になります。多分運営さんそれを想定してんじゃないかなって思ってる。なのでこの属性ダンジョンとかで使った場合、天命とか属性で使った場合は必殺技ゲージ1貯めるっていうことになってるから、もうこの貯めたゲージで他の必殺技使ってね、バーストが超絶打ってクリ率 100% にしてねっていう意味合いだと僕は思ってるんだけど、多分、まあ、2ゲージじゃないのがちょっとあれだけどね、まあ、残りの1ゲージはなんとか気合で貯めろやっていうことなんだけど、多分そういうことだと思ってる。なんで、A 子さんが無事ねヒーラーとしてはすごく希少なクリ率 100% ができるキャラになりました。うん、まあだからといって特別なんか爆裂に評価が上がるかって言われるとちょっとなとこはある。なんでかっていうと、もう結構バッファー、強めのバッファーがいろいろ出ちゃってるからね。クイナしかり、サッズしかり、それからあの人ナジャとかね、最近の物理のバッファーで言うとナジャとかも出てきてますし、ってことを考えると、まあやっぱ物理パーティーで言うとそっち優先になっちゃうかなっていうところがあるから、今さらヒーラーに実装されたとてっていうところが正直まああるんで、これがやっぱり一番生きるのって何かって言ったら、多分新規勢とか初心者の方だよねが、バッファーとかにしてしまうとちょっと回復力が心もとなくてちょっと負けてしまうとか、キャラが死ぬよっていう人の場合だと、こういうヒーラーが使えるともうね、クリ率アップだったら A 子で、あとクリダメアップだったらウララが入れられるわけだから、ウララ A 子のダブルヒーラー運用ができる。さすがにウララと A 子を使って死ぬってことはなかなかないと思うんで、そうね、 A 子といえばね、踏みとどまるとかも結構できるし、まあウララもできるけど、そうそうそう、まあそういった必殺技等も駆使してですね、非常にまあ負けにくい、バトルができるんじゃないかなというところで、ちょっと新規勢の人にダブルヒーラー運用やらせてみたいわ。誰かやって。そんな感じかな。だから勝つ
勝つというか30秒切りとかそんな時間とかとにかく関係なくて負けずに戦いたい、とにかく負けなければ勝ちみたいな、ゲームオーバーはあるけど、そうそうそう、そういうプレイができるんじゃないかなっていうところはあるかな。うん、でただシリーズダンジョンでこれ使おうと思うと別にクリ率アップだったらクイナいるよねってなってくるからね。まあ属性ダンジョンでもそうだけど、なのでまあクイナいるから別に正直そこまで必須かって言われたら必須じゃ全然ないんだけど、ないんだけどないんだけど、まあただ例えば長期戦になるとかね、クイナのクリバフ中に倒せない人とか、うん、まああれそもそもクイナのシンクロ持ってないよとか、まあそれはもうドリセで取ってねって感じだけどまあそういう方もいるかもしれないから、まあその辺用か、まああるいはそのもうエイコが使えるからクイナ抜こうかっていう発想もできるわけだ。一応クイナ抜いてもうエイコだけでいく、クイナ外してその代わりもっと強めのアタッカー入れるとかね、そういった運用もできるけど、クイナはやっぱクイナの良さあって物理攻撃力の、あ、物理攻撃の待機時間短縮とか、あとイカタクとかね、それこそさっき言ったようなジタンの運用する上ではジタンにやっぱイカタクしたいよね、ゲージっていう運用があるから、結局クイナが安定するかなって思うけどね。まああとはもう皆さんのね斬新な戦法とあと手持ちによって左右されると思ってください。まあまあ、とにもかくにもエイコがクリ率アップ 100% にできるんで、また新たな可能性というか、まあ、立ち回りやれることが増えたよっていうのは非常に喜ばしいことかなと思います。はい、そして、最後のキャラサラマンダー、こちら本体効果で味方の9シリーズの生存人数に応じた追加効果、これ4人以上の場合一定時間味方全体のクリダメアップ、これなんと FF9 では初の効果だね。この一定時間のクリダメアップってやつは、例えば1ターンの間とか3ターンの間とかみたいなものはあったけど、一定時間が、これ本体効果だから25秒間だねのクリダメアップっていうのは初めてのことになりますので、非常に強力です。もうサラマンダーが要だね、 FF9 のクリ率アップだったらクイナかエイコ、クリダメアップだったらサラマンダーみたいな感じになるから、これの有無でだいぶ火力変わってくるからね、非常にこれは強力です。強力 50% だからこれクリダメアップ、非常に強力、激強力。はい、であとは、サラマンダーさんはアクセル審議でこれいいやつもらったね。何気にね、炎属性アビリティ使用するために効果がある、炎属性アビのダメージアップ最大中3段階なんで 1.1、1.2、1.3 倍かな。うん、まあかなり強めかなと思ってます。いいやつもらいました。まあ、サラマンダー自身がまあそもそもなんか火力を出すというよりはもうバッファーとかデバッファーみたいな印象になっちゃったけどね。であとは新しいシンクロもまさかの実装です。でこちらも本体効果で9シリーズの生存人数に応じた追加効果ということで、まさかの一定時間味方全体の弱点ダメージアップ中、めちゃめちゃ強いじゃん、どうしちゃったのこの人。ただシンクロアビも久々に見た。これ一旦自身の限界突破レベル1アップ、なんか懐かしささえ感じるわ。最近なかったねこの手のタイプ。なんか高難度だとやっぱりこの幻突レベル1アップって腐りやすいんだよね、敵が硬すぎて。クリダンとかの難易度730以降だとまあ敵が硬い。昔みたいにホイホイなんか69999とか出るような時代でもなくなってしまったので、まあ、そんなに火力出ないんですけど、まあ、柔らかいところだね敵がね。もっと低難度、ラビダンぐらいの低難度であればこれも生きてくんのかなって。難易度650ぐらいまでかな、したら無双できると思うよ。59,999,69,999,69,999みたいなことがね、できると思うので、まあいいと思いますが、一番のメインはやはりこの弱点ダメージアップ中の部分でしょう。うん、ってことかな。非常に強力なやつもらいました。マジでもうシリーズ特化キャラだね。もう諦めました、サラマンダーは。属性ダンジョンとか、天命文句とかね。
諦めました。別に使えないことはないけど、うん、まあそっちの活躍よりももうシリーズに振り切っちゃった方が絶対いいよなって判断したんでしょう。まあ、キャラ人気的にもないしね。はい。ということでサラマンダーさんはもともとあるもので D 角かな？ D 角の効果で全属性耐性3段階ダウン、まあシリーズで使った場合ね。あとシリーズ使った場合はクリダメアップ、弱点ダメアップが今回追加されたので、もう本当に9シリーズがどうしても勝てない人用の最終決戦兵器だよね。こんだけ揃ってれば。もうサラマンダーとジタンとクイナさえ揃ったら、9シリーズもう楽勝よ。楽楽の勝勝だよ。そんなの。激楽。激楽です。はい。ということで、まとめ、新ガチャ、引くべきか。今回はもう今言った通りですね、ジタンとクイナとサラマンダー揃えたら、もう9シリーズはもうクリアかなって思っちゃう。全部勝てます。まあ、名瀑とかね、そういったものを考えなければ、激楽なんで、まあ、とにかくちょっと苦戦してるよとか、この辺のキャラ、たまたまこの3キャラ、どれも持ってないよって方は、めちゃめちゃ引き時です。引いてください。めちゃめちゃ引いて足りないものはドリセルで買ってくれ。はい。まさかジタンがクリシン2回 ATB なしとは思わなかったね。まさかシンクロで3回なしあんのに、なんでこんなジタン強くすんのって謎だわ。ジタンファンがいいのかな。あとサラマンダーについてはもう属性ダンジョンとか天命文句とかで使うことを諦めて、もうシリーズ特化になっちゃうよっていうことです。あとエイコはシリーズでも属性でも一応クリ率 100% 運用が可能になりました。この覚醒のクリ率 50% アップと、あとバーストと超絶のクリ率 50% にするっていう効果ね。このらを組み合わせることによって 100% が実現だ。ぜひね、新規勢の人にはウララとエイコ両方使ってクリバフ完結ヒーラーコンビでやってほしい。そこそこ強いと思うけどね。別に。ちゃんとね。ちゃんとそこそこ強いと思うけど。うん。まあ、これで回復も間に合うし、火力もちゃんとそこそこ出るっていうところで、まあ、いいんじゃないでしょうか。いいと思います。はい。まあ、そんなところかな。とりあえず。なんか、今回の動画意外と長いわ。で、セブンリバースの体験版の生放送も、まあ、今日か明日あたりやりたいなと思ってますので、ご興味ある方はぜひそちらもよろしくお願いします。といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。